皆さんこんにちは。国民的人気俳優の藤田誠さん、70歳を過ぎても現役の俳優として精力的にお仕事を続けてこられましたが、2010年に残念ながら帰らぬ人となってしまいました。プライベートではご結婚され、お子様にも恵まれた藤田誠さんでしたが、その人生は順風満帆ではなく、多額の借金を抱えるなど苦労の多い人生でした。そこで今回は藤田誠さんの借金の真相や、お子様の衝撃的な事件や現在の様子、さらに藤田誠さんの死因についてご紹介していきます。藤田誠さんは1959年の26歳の時に一般女性の幸恵さんという方と結婚されています。ただ藤田誠さんは当時はまだ駆け出しの俳優だったため、結婚資金がなく、新居を購入するにあたり、新居のほか、なんと自身を担保に入れて家を購入、さらには結婚式と披露宴を行う予定のホテルに、私の結婚式には大物の芸能人がたくさん来ます、その模様をビデオに撮って CM を作ってくださいと、結婚式の模様を収めた映像を1年間式場のテレビコマーシャルに使用させることと引き換えに、式と披露宴の費用を無料にさせたのだそうです。ちなみに事前に何の説明も聞かされていなかった披露宴に参加した芸能人からは苦情が殺到したそうですが、最終的には中田大丸さんが、今回の方に自分のところで一生ただ働きさせると仲裁してくれ、解決したと言われています。経済的に困難がある中で結婚された藤田誠さんは、3人のお子様にも恵まれ、俳優としても必殺シリーズで絶頂期を迎えていたにもかかわらず、奥様の幸恵さんの事業の失敗などで、なんと約30億円もの借金を抱えてしまいます。というのも、幸恵さんは大阪の北新地などで飲食店やブティックなどを手広く経営するほか、バブル絶頂期の1987年には藤田誠さん人気の後押しも利用して、京都の観光名所嵐山の一等地に高級レストラン嵐山モンドも開店していました。さらには大阪府豊中市に敷地面積380坪で地上2階地下1階の豪邸を建設していたのです。土地代だけで10億円と言われたこの豪邸はモンド御殿と呼ばれました。それがバブル崩壊とともに資金繰りに行き詰まり、1993年幸恵さんが振り出した合計5000万円の約束手形3通が大阪市内の闇金融や暴力団関係者などに出回ったことで、藤田誠さんが自宅などを担保に約30億円もの借金を抱えていることが判明したのでした。それでも藤田誠さんは幸恵さんの自己破産を選ばず、年間2億円の返済を目標に掲げられると、テレビや映画の出演のほか、忙しいスケジュールの合間を縫ってトークショー、歌謡ショー、クラブなどにも出演するなど、年中無休で借金返済に追われる日々を送られるのでした。しかしそんな努力も虚しく、2009年には滞っていた3億円の支払いを大阪地裁に命じられ、生涯借金生活が続いたのでした。ちなみに藤田誠さんはスポーツ報知のインタビューで、幸恵さんの借金について、欲の出しすぎもあったし、お人よしやったんでしょうね、いい苦労をしましたと、人懐っこい表情で苦笑いしていたそうで、借金に追われる毎日でも愚痴一つこぼすことなく、私の姿を見て何らかの勇気を持ってもらえればと、リストラ世代にエールを送られるほどの力強さを見せていたそうです。実は藤田誠さんは若い頃、ご自身が仕事や遊びにかまけて家庭を顧みなかったことを悔いていたそうなので、もしかしたらその罪滅ぼしにと借金返済に励んでいたのかもしれません。そんな藤田誠さんと幸恵さんの間には、息子さんが1人と娘さんが2人誕生しています。まず息子さんは原田智樹さんというのですが、2015年1月大阪市内のビジネスホテルで覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反容疑で大阪府警天満署に逮捕されていました。何でも知人女性との間でトラブルがあり、駆けつけた大阪府警が原田智樹さんの様子を見て不審に思ったことから尿検査をしたところ、覚醒剤の反応が出たとのことでした。ちなみに藤田誠さんご自身も著書最後の中で、九州からの巡業の帰りの夜行列車の中でした。カバンの中にヒロポのアンプルが1本残っていました。大阪に帰ればまた手に入るわ、1本売っておこうと、僕列車のトイレに向かいました。トイレに入って扉を閉めて、便器に軽く腰掛けて、アンプルから注射器を取り出しました。注射器にヒロポンを移して打とうとして、腕に針を刺したその瞬間、突然扉が開いたんです。何しとんのや、振り返ると制服のおまわりさんが立っていました。僕は扉の鍵をかけ忘れていたんです。手元にあるのは最後の一本のヒロポンです。ここで捨てるのはもったいない。僕はとっさに注射器を押しました。おまわりさんが手を伸ばした時には、ヒロポンは僕の体の中に入っていました。舐められたと思ったんでしょうな。
おまわりさんは真っ赤な顔をして僕のことを思い切り殴りました。そして途中の尾道で降ろされて警察署に連れて行かれました。注射器に水道水を入れてエフェドリンを入れます。注射器を振って傾けながら混ぜ物が入らないように腕に打ちました。しばらくすると脳みそがサッとしてくるんです。それから体に震えが来る。震えはゴミが入っているからです。エフェドリンを打つと48時間ぐらい眠れないんです。もうとにかくやたらに詩を書いてみたりなんかやっているわけです。そんなことばかりしてよう生きていたなと今から考えれば思いますと違法薬物を使用していたことを告白されています。親子ともに違法薬物に手を出してしまったのはもちろん良くないことですし衝撃的だと話題になりました。長女は原田敦子さんというそうで藤田誠さんの個人事務所株式会社藤田誠の企画代表取締役をされているそうです。ちなみに原田敦子さんはご主人がハワイ在住の日系三世であることから娘を出産後9年ほどハワイに住んでいたそうで藤田誠さんは年に数回娘一家に会いにハワイを訪れるのをとても楽しみにされていたそうです。そして次女はゴスペルシンガー女優として活動されている恵美子さんで必殺仕事人 V 必殺強化狩人の主題歌さよならサザンカも歌唱されています。70歳を過ぎても現役の俳優として精力的にお仕事を続けていた藤田誠さんでしたが2008年病に倒れます。藤田誠さんは2008年4月に体調不良を訴え検査したところ食道がんが判明。同年6月に出演予定だった東京明治座公演見学商売を降板し入院されると同年5月25日には8時間に及ぶ手術を受けました。長女の原田敦子さんによると藤田誠さんは手術後 ICU に運ばれ麻酔から目覚めるとまだ意識が朦朧としているにもかかわらずすまなかったありがとうと集まったご家族に両手を合わせその後病室を訪れた執刀医にもありがとうと言いながら力を振り絞るように手を出し握手されたそうです。それでも藤田誠さんは手術から5ヶ月後の2008年10月下旬には必殺仕事に2009で仕事復帰。再び中村モンド役でレギュラー出演を果たされるのですが2009年11月に出演予定だった連続ドラマ事後慢性閉塞性肺疾患のため降板。その後体調が回復したため2010年1月にはナレーションを務め2010年3月に撮影を予定していた必殺仕事に2010での復帰を目指し療養生活を送っていましたが2010年2月16日大阪府箕面市の自宅で夕食後の家族団らんの中突然吐血大阪大学医学部附属病院に搬送されるも翌17日の午前7時20分大動脈瘤破裂のため他界されたのでした。通夜葬儀は長男の原田智樹さんが喪主を務め近親者のみで執り行われたのですが葬儀は密葬にもかかわらず約100名が弔問に訪れその後も政財界や芸能関係者からは藤田さんにお別れを言いたいとの声が多く寄せられたことから遺族は藤田さんの78回目の誕生日にあたる翌年の2011年4月13日にお別れ会を計画。しかし東日本大震災が発生したことで一旦は取りやめられるのですが森光子さんや石原慎太郎さんなどが発起人となって同年11月24日東京国際フォーラムで藤田誠役者人生最後の花道として藤田誠さんを偲ぶ会が行われると黒柳徹子さん東山紀之さん京本政樹さんなど藤田誠さんと親交のあった関係者が出席し藤田誠さんを偲ばれたのでした。いかがでしたか。今回は藤田誠さんの借金の真相や死因そしてお子様の事件現在の様子についてご紹介しました。奥様を支え晩年は病気に苦しみながら借金返済というとても波乱に満ちた人生を送られた藤田誠さん。藤田誠さんご自身が幸せだったかどうかは知る由もありませんが少なくとも大勢の人たちが藤田誠さんの人柄を愛していたのは間違いありませんね。藤田誠さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。